こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日無課金サバカ柴犬丸やっていきたいと思います。今日お誕生日の方おめでとうございます。今日やっていくのはですね、今日撮影時点で、もし本日中に出せなかったら申し訳ないんですけど、撮影日時点でスパイファミリーコラボガチャがやってまいりました。はいね、スパイファミリーコラボガチャ石7個。そうね、今日ちょっとね、撮影時間がね、ちょっと遅れちゃったんですよね。まあそれも理由があって、ちょっといいねキャンペーンを待ってたっていうね14個でちょっとね、1本動画仕上げようと思ったら、ちょっとね、なんか物足りん部分もあったんで、はい、それでちょっとお待たせしました。はい、僕個人的に欲しいのは、アーニャ&ボンドと、僕犬が好きなんですよ。犬が好きなんで、犬と亀が好きなんで、ま、もちろん動物全体好きなんですけど、あとボンドフォージャー欲しいっすよね。あ、実はこれ撮る前にメインアカウントで引いたら出ました。ボフ言うてました。はい、でが欲しい感じですかね。あと もちろんこのシルビアシャーウッド、そちらも欲しいですしね。ランク上げ最近頑張ってるんで、はい、それを狙ってガチャを引いていきましょう。はい、まずは開催記念スパイファミリーコラボガチャですね。はい、無料からね、全部ダイヤですね。メインはちょっと引いたんですけど、はい、それではいきます。トゥ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 、うん、お、僕のスパイファミリーはね、アニメは流し見をしてました。はい、流し見をしてたということは知ったかです。はい。あんまりピンときてません。アーニャ、ピーナッツ、好きしか、あまりよくわかってませんが、ロイドさんがかっこいい。よー、お、アーニャ。でもこれでもさ、よくない別に。うん。アーニャかわいい。アーニャかわいいよ。で、3色以上同時攻撃、ダメージ減、攻撃力が22倍、3個も加算、操作時間3秒延長。ね、その初心者の方に優しいですよね、なんか。あとその、今後ね、その、指減少とか、指、なんか減らされるダンジョンとか来たら、そのアーニャリーダーとか面白そうですね。なんかちょっと補えそうですね。はい、あと S ランク取るのにもいいのかな。結構アーニャが低ランクなんで。はい、それではね、これ待ちに待ったスパイファミリーコラボガチャ5連ツイッターいいねキャンペーン10万いいねおめでとうございます。その中の一人僕です。それでは、ちゃんとツイッターから確認していただけるとちゃんといいね押してるんで、はい、それでは回していきましょう。こっからね、犬、はい、あ、そうか、全部ダイヤか。よし、これは星7以上確定でしょ。おっと、フィオーナ・フロスト、こんな声やったっけ。それはあんま覚えてないんですけど、あ、ダメ、でも、ウッターナで受けるダメージを無効化、ウッターナでダメージ吸収と特性吸収無効化。お、あれか。ワンターン確実に耐えて、ダメージ吸収、特性吸収に備えれると。あー、なるほど。しかも指を補いつつ。いいですね。これ、入りたてのね、新規の入りたての方には、すごく嬉しい武器なんじゃないでしょうか。覚醒無効も回復してくれるしね。よし、76なんや。へぇ、あんま見ていなかった。おっす、あ、まだあった。そうか。あ、何気にこのじいさん出てなくない？これ一回目やったっけ？初めましてだったっけ？あ、初めましてでした。ごめんなさい、学長。学長の人は覚えてる。我ながらエレガント。あ、にゃ、あ、お、にゃー、ちょっと、きついねー。お、俺、カツ丼食べたい。エミール・エルマン、ごめんなさい。だん、おっしゃ、3分の2がさ、固まったいいよね。やった。もう、これだけで満足やわ、もう。犬。ボフ。ボフ。いや、これいいな。これいいよね。ボフ。それだね。ちょっと待って、お気に入りしとこう。はい。それでは、石使っていきます。ユーザー情報を。
購入でき、無料配布14個です。はい。それだね。ガチャ引いていきましょう。またや。ちょっと整理していきます。はい。はい。整理してきました。魔法石7個スパイファミリーコラボガチャ。犬出たからね。次、アーニャ&ボンド欲しいよね。あとは、まあそうですね。あと、着せ替えもちょっと欲しいな。で、アーニャの私服も欲しいな。よし。とりあえず星7以上狙って、2回石使って引いていきます。はい。アーニャ、魔法石好き。だから、出てきて。魔法石7個捧げたよ。よし来たんちゃう？アーニャ来たんちゃう？これ。アーニャに呼びかけたよ。あなたに呼びかけて。おー、サイリアちゃん？これ、もしかして。ヨル&ユーリ。お、操作時間15秒ってさ、僕みたいなパズル力難民にとってはめちゃくちゃありがたいんですよね。15秒ぐらいで縛ってくれると、めちゃくちゃありがたいんですよ。しかも激減、攻撃力30倍、固定200万ダメージ。いいっすね。攻撃タイプでしょ？最近犬やしゃで遊ぶのにハマってるんで、いいっすね、これは。はい。それでは、ラスト。アーニャ&ボフ。何だっけ？忘れたけど。欲しい。最高！あ、軽ぶった。最高！あ、じゃあ、最高。はい。はい。あれ？ちょっと待って。なんか指の滑りが悪いな。指が全然指紋認識してくれへん。いやー。なーんか、この子は、ちょっと待って。それでは、まあ、一旦結果を見ていきましょう。はい。こちらですね。幼稚園小学校やったっけ、小学校組からは、ダミアン・デズモンド、アーニャ・フォージャー制服で、ちょっと星7が、フィオナ・フロスト、これは学長か、はい、で、エミル・エルマン、はい、で、ボンド・フォージャー、もうこれさえ出れば僕はちょっと満足や、ちょっとホッとした。こいつが出てくれただけで全然違ういや、欲しかったよな。まあね、その、柴犬丸っていう名前の以上、まあ、柴犬じゃないけどね、全然。犬は捨てれんよね、格好しとかんと。で、はい、夜&ユーリでございました。はい、はい、はい。それでは、この感じでね、今回はお開きにしたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。あとは、そうですね、活動一覧という概要欄に活動一覧というところがあるんですけど、そこにツイッターとか僕の表向き活動する SNS の全部詰め込んであるので、そちらもチェックして、フォローしていただけると嬉しいです。ツイッターが一番嬉しいかな。はい。それでは私、今回のお相手は私ゆうでございました。皆さん良いパズドラライフをお過ごしくださいませ言えてない。それではお疲れ様でした。バイバイ。